私たちはみんな細胞の中に小さな取扱説明書のような遺伝子を持っています。これらの遺伝子は染色体と呼ばれるより大きな構造上に存在します。ここでこの指示は何のためにあるのですかと疑問に思うかもしれません。そうですね答えはプロテインです。私たちの体には食物の消化を助けることから髪の成長や病気との戦いまで あらゆる種類の役割を担うタンパク質が豊富に含まれています。私たちの遺伝子はそれぞれ、特定のタンパク質を作るために必要な情報を持っています。そこで、同じ説明書が二冊あると想像してください。これは、ペアの各染色体に一つずつ、二つの類似した遺伝子があるようなものです。これらのマニュアル、遺伝子の一つにタイプミス。 突然変異があった場合、わずかに異なるタンパク質など、異なる最終製品が生じる可能性があります。これらのタイプミス、または突然変異の興味深い点は、それらが様々な結果を引き起こす可能性があることです。例えば、ケーキのレシピがあり、誤って砂糖を塩と交換してしまうと、全く異なる、そしてあまりおいしくないケーキが出来上がってしまいます。 これは有害な突然変異のようなもので突然変異した遺伝子から作られたタンパク質が正しく機能しなかったり体内に問題を引き起こしたりします一方サンドイッチを作る時にいつものレタスをほうれん草に置き換えたらどうなるでしょうかサンドイッチがもっと好きになるかもこれはタンパク質の変化が生物にとって有益な突然変異のようなものです最後に 変化を生まない変更を加えてしまう可能性がありますあるブランドのパンを別のブランドのパンに交換したのに味が同じだったとしますこれはタンパク質の変化が生物に顕著な影響を与えない中立突然変異のようなものです突然変異は親から子に受け継がれる可能性があることを覚えておいてくださいしたがってこれらの有害な変化有益な変化 または中立的な変化は、時間の経過とともに種内に変化を引き起こす可能性があります。これが、自然界でこれほど多様な特徴が見られる理由です。